どうも、こんにちは、ナミさん。今日のコソコソ話ですけども、深夜3時にお送りしております。ナ、え、ミ、ー、さんから送っていただいた動画は、FX の環境認識による、このマルチフレーム、マルチタイムフレーム分析のメリットのことでしたね。まあ、その通り非常にわかりやすい解説になっていたと思います。でね、今回私がお話ししたいのは、一体 FX を利用して、まあ、お金を稼いでね、FX っていうのは結局、 目的地としてはお金を稼ぐってこととしかないと思うんですよ例えばアフィリエイトとかだったらねアフィリエイトをやってる過程で文章力が上達するとかあそれからアクセスの取り方に長けていくとかっていうのがあってプラスお金も稼げるみたいな感じでねさまざまな目的とかそれからスキルアップっていうのがあるわけですけどもまあねアフィリエイトや YouTube と違って FX っていうのはトーク力が上がるわけでもないし文章力が上がるわけでもないんですよね。 まあ分析力っていうのはね上がると思いますけどもそれも FX とか投資っていう限られた世界の中でになるんで例えば分析力が上がったからといってねじゃあ地域社会で生活する時になんかメリットあるんですかとかねスーパーに買い物に行った時に割引が受けれるんですか,とかそんなことないですからね。<laughs> うんただね私が思うのはだからこそ FX でお金を稼げたらどんなことがしたいかっていうそのね お金を稼いだ向こう側に大きなモチベーションを置いておくこととが大事ななのかなと思うんですよ。シンプルに言うと物欲ですよね。なりたい自分とか物欲ってのにシンプルに向き合うと FX で絶対勝ってやるっていうねそんなモチベーションになってくるんじゃないかなと思うんですよ。で私はねこうやって FX 続けてきて、まあ、どうしても勝ちたいと勝って生活を豊かにしたいとかっていうのとあと FX をねそこそこマスターしたら人に伝えていきたいっていうこの2つの。 欲望があってどちらかというと FX でお金を稼ぎたいっていうのは別の、ね、形でもお金が稼げてることを考えると FX でででお金を稼ぐっってていうモチベーションはそこまで続かないなと思ってたんですよ、まあ、せいぜい年間で1,000万円ぐらいが安定しだしたら私は FX で自分のためにお金のためにやるポジションっていうのは終わるんだろうなと思ってて今はちょっとトーンダウンしてるところなんですよね。 まあけどおかげさまで昨年1,000万を超えてから今年は4か月1,000万を超えるようになってね見込みでまあ3,000万前後ぐらい今年はいけるんではないかなと思ってるんですけどもさあそこでですよシンプルに私が今 FX でどんな,あなんか目標達成をしたいのかなと思ったらこれなんですよねきっとねおせっかいながら人に伝えていきたいってことなんだと思うんですよですんで昨年とか一昨年ぐらいから どうやったらもっとね相場解説が分かりやすいのかな伝わりやすいのかなってことを考えてえ一つにはあまず視聴者さんに基礎用語を覚えていただかないと私の解説でどうしても FX 特有の概念とか言葉ってのが受け取ってもらえない可能性があるなと思ったんで、えー、FX の基礎講座ってものを出してですねこれだけは覚えておかないと私の解説分かりませんよそもそも投資の世界に入るにはこの言葉は絶対必要ですよっていうのね放送したつもりだったんですよ。 多くの方がこれ100名ぐらいの方が基礎講座の方を手に取っていただいてねで基礎用語を頭に入れていただいたんじゃないかなと思います、うん、あのやっぱりね何が FX をやる上で投資を上で必要な言葉なのかってことが漠然とした部分があるんですけどもきちっと線を引いてここからここまでは必ず頭に入れないとダメですよでそこからちょっと派生したものっていうのはあの現場で解釈できたりとかね そこまで重要な概念ではないんだろうなというふうな形でお送りしたわけですけどもさあそうするとね今度はですね、えー、なんでここでそのテクニカルが使えるのかもしくはこのチャートの形ならどのテクニカルを持ってくるべきかっていう、ね、テクニカル分析の手法を分かりやすく伝えるために、えー、これから考えられるチャートの形テクニカルや語法逆だ語法に当てはめるとこれなんではないかなっていうのをお先回りしてねお伝えすることによって で時間が経ってそれが完成した時にそれが何で分かるのかってことをね解説していくこれを繰り返していくことによって、えー、いわゆるチャートから未来を予測するテクニカル分析っていうのは今までのチャートの形から未来のおチャートの形を予測するスキルですからそれをこういうふうにやっていくんですよってことをね、えー、特に今回始まった FX オリガルヒではみっちりとやっていこうかと思います。えー、もちろん、うん、テクニカルが当てはまらない チャートの形もありますんでその時は見てるだけというねやることがありませんっていうのもはっきりお伝えしておくことこれも大事かなと思い、ね、ましたねそんな形でこれからの私のね FX も自分で利益を取るのと同時にね同じぐらい大切な概念として人に伝えるためにやってるんだってことはね忘れないようにしようかと思ってますで、その中で今回みたいなね舞姫大学ナミさんのマルチタイムフレーム分析によるメリット こういうふうな一つ一つセクションを区切った解説っていうのは多くの方のお役に立てるんではないかなと思いまして私もねああなるほどねこういうふうな表現なんだなとすごくこう首を縦に振りながら聞かせてもらいましたありがとうございますそれでは今夜のこっそり話ね以上でございます FX、おりがるひも、楽しえっていうか、ね、12日前後まではこの形で今までと同じような形で FX の相場解説していきますけどもそれ以降はおそらく うー速歌塾の塾生さんであっても FX オリガルヒに参加してなければ聞けない解説ばかりになると思いますんでね、えー、以降は本当に限られた方だけにお伝えするためにねオリガルヒに参加した方ってのは少なからず私との縁が深い方でございますですんで、あのー、結構ね伝えやすいんではないかなと思います一人一人顔が思い浮かぶるようなねそんな気持ちで。 えー、まあ、内定者も同時ですけども6月1日以降の方をお迎えするつもりでございますこちらの方も併せてよろしくお願いしますそれでは